い、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました、本当にありがとうございます。はい、今日は排水溝の入り口の方にやってきております。昨日ですね、無事にこちら側の排水溝の竹全部抜き、際の竹株抜き終わりまして、ひとまずちょっと終わったなと、一区切りついたところでございます。で、コメントでですね、これまで掃除してきた排水溝の木は新芽は出てないですかっていうご質問をちょっと前にいただいてました。で、それがちょっと今如実に見えてきたので、今日はそちらをお届けできればと思います。なんで多分ね、伸びてきてるところの下の方にはいるはずなので、それをどんどん切っていければなと思います。まあ、ちょっと深すぎても取れないというのはもう諦めて上だけ切っていけばいいかなと思ってますので、とりあえず今日は際だけ、のり面は無視してくださいね。ちょっと今日の現状も合わせてお届けできればと思いますので、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。出荷で頑張っていきましょう。はい、じゃあまずは様子を見ていきましょうかね。草がこんな感じでこう伸びてきてますですが、水溝際の状態です。ここがね、最後に終わったっつってやったところ、どうかな、ほら、毛です。ここには完全になんかいますね。とこの辺はね、だいぶ掘って尽くしたと思ったんだけど、やっぱ際のとこにいますね。ここら辺は見事に生えてません。その先ですね、ここら辺も出てきてます。でも割と少ないんじゃないかなと、ボーボーボー出てる感じはないです。ちょっとね、影で見えにくいんですけど、こんな感じ、ちょこちょこあっちこっちかなーっていう感じで出てます。ここにもね、1本でも、ほんと1本2本とか、なんかまあ成功っちゃ成功なんじゃないかなと。ただこちらの左手側ののり面ですね、奥さんに紛れて、この辺、これは全部笹ね。でここにも、まあ、キワのとこに出てますね、結構ある。こう見るとわかるかな、シュンシュンシュンと縦にシュンシュンってしてるやつ、それ全部笹ですね。これがですね、かなり伸びてきて、梅雨時期ですねに、あっという間にここを覆いかぶさるぐらいに大きくなります。なんでこいつらですよね、これ本当はね抜きたいんだけど、もうそれやっちゃうとこののり面が崩れちゃうので、もう諦めるかと。だね、際のとこ、特にこちら側の際の際はほんとちょこちょこです。なんか結構しっかり取れてんじゃないかな、ここ1本あるね。こんなね、左手側の方がちょっと多いかなと。ピョコピョコ出てますよね、ほら見えるかな、わかるかな、この辺のとこも多いね、ちょっとね、ピョコピョコ出ちゃう。まあ、そんな感じで全部出ていくかなというとこです。でも基本的にほぼほぼ抜けてるかな。まあ、ちょっと頑張って通った甲斐があったかなという感じはしますけど、いかがでしょうか。上のね、草がちょっと伸びてるからちょっと見えにくいですけど、ほんと1本2本ね、これとかあったね、こっちにあるからこう縦に来てるかな。本当に整備はしやすい、できやすいかなっていう感じ。ここが一番大きいやつを取ったとこですね。でその先が今回の第1第2第3ブロックで、すっきり何もなくなった、ここマジで。で、ずっと問題にしてた、問題というか言ってなかったな、この左手がですね、左手の方はですね、こんな感じ、まあ抜けたらいいかなと思うのが1、2、3、4、5かな。まあまあまあ、でもね、なんか、なんだろう、排水溝より低い位置にいるから
あんま気にならないんですよね、こっちは。ここで土がだいぶ下がってるんですよね。わかるかな。あ、ズボッと私の足首より上、くるぶしよりも全然上、拳1個分ぐらい上のとこまで下がってるから、なんかね、レシプロで切ればいいかなっていうぐらい。一番まあ気になるのはここぐらい、これだけ抜けばまあいいかな。あとはちょっとレシプロで低い位置で切っとこうかなと思います。うん、この辺も抜かん、わざわざ抜かんでいいかなっていう感じがして。こちら側はですね、やっぱあの排水口よりも高い位置に切り株があったのですごい気になってたんですよ。なので全部抜きしましたけど、ここはちょっとレシプロで切るだけ切って、まあ、すっきりさせるっていうところを目的にしてみようかな。で、抜けたらこれだけでも抜こう。これはまだ若いからすっげー大変と思う。しかも日本近いからなかなかきつそうやな。こっちまで全部終わったらフィナーレにしましょうかね。まあ今日はその際のとこに出てるピョコピョコ出てるやつらをちょっと取っていこうかと思います。掘り尽くしたと思ったのに全然いっぱいある。よいしょ、これに生えてたかな、こいつは。まだ若いね。すごいすごい量だな。
竹が絡んじょる。これは別か。別や。こいつがどうなってる？こっちに行ってんのか。これ、こら、もうあらんぞ。ここ何本も埋まっちゃう。これがもう結構枯れてる古いやつですね。と新芽が出てきてたのがこれなんですけど、こっちにも分かれてて、こっからね、分かれてる方から新芽がどんどん。でもこれ下に潜ってるので、こっちもちょっとレシプロで切りましょう。これ以上上がらん、深くて。よいしょ。これもほら、ここに絡んでた同じやつじゃないけど、違う地下茎から一本出てるね。どうした、なんじゃこりゃ。まだまだ伸びるね。すげえな。あ、でも結構あっちもこっちも切ってるから、ボコボコ上がってはきますね。引っ張れば。もんじゃこら、もうここで終わるがよ、もう一方動画が。クロールで、大物釣り上げたみたいな感じ。これ一体全部竹の根やん。もうとってもキリがねえわ。よいしょ。ちょっとなんかこれか。
とこ誰も何なの何撮ってるか分かんない。どっから芽が出ちゃったかもわからん。こぼるな。これか。いいかも。ここいいね。よいしょ、なくなった。なっちゃい。はい、それからスイスイ取っていこう、抜いていこうと思ったのに、もうここの竹の根の宇宙みたいなところがあった。ここもともと多かったですもんね。すごい量出ましたもんね、キワの最後をやってる時。いやー、ここまだまだいるわ。あ、はい、抜いたのこんだけ。すごい出てる。こんな感じで新芽が伸びてます。ここね、いや、もうなんか枯れたような感じだけど、こことかね、こっち側は。あ、これでもここからも綺麗な生姜みたいなやつが出てきてる。あー、すごい。多分ね、このどれかにも芽が出てたんですけど、もうつるはしで叩くときにね、切れちゃったのでわかんないです。こんな感じ。一応あの竹の赤ちゃんみたいなところから出てるんですね。この付け根のとこがあの竹の赤ちゃんみたいな、とんがりね、竹の子の赤ちゃんみたいなやつですけど、そっからこうやって芽が出てきてる。だから竹の子に確実になるわけでもないんでしょうね。不思議。どういうあれなんだろう。もう今日はの疲れたわ、こんだけ掘れば。まあまあ、でもここがね、すごい、ほんとまた綺麗になった。ここ毎年こうやってぴょこぴょこ出るので、ちょっとでも対策になったんじゃないかな。また明日からこの際の新芽の下掘りですね、やっていくか。はい、ちゅうことで今日はね、新芽の下を掘って仕掛けを掘り出していくっていうのをバンバンやろうと思ったんですけど、もうしょっぱなに宇宙に出会ってしまったので、なかなか進みませんでした。残念。しょうがね。またちょっと明日からね、あの奥の方を終わらせる前に、新芽の下をどんどん見て、仕掛けを掘り出していくって作業をやっていければと思います。もう深く潜ってるのはしょうがないので、あのレシプロでね、じゃんじゃん切っていければなと思います。来年、再来年 の、 あの竹やぶの管理のしやすさっていうのを目標に、まあ、1個ずつ頑張っていければなと思いますので、よかったらまたお付き合いください。ちゅうことで最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。